ツマイナス334ツマイナス334ツポレフ334ロシア語マイナス334四ートリースタトリーツアチチトイーリエはロシアの航空機メーカーであるツポレフが老朽化が進んでいる世界で運航中のツマイナス134の買い替え需要に応じるために開発していた単中距離用ジェット旅客機である生産効率を高めるために スポレフが同様に開発した、ツマイナス204の胴体を短縮したものを使用しているが、エンジンは、ツマイナス134同様に、機体後部に取り付けられている。価格は1600万 US ドル、ビジネス版は4300万から4400万 US ドルと推定されている。ツマイナス334の開発は、ソ連崩壊に伴うロシア経済の混乱のため、 資金難であったために1990年代にゆっくりと進められ、プロトタイプが1995年に作られたがこれは少数のシステムしか搭載しておらず、実際に初飛行に成功したのは1999年2月8日のことであった。その年に MIC との間で生産に関する契約を結び一部生産を MIC が受け負うこととなった。 2003年には、ウクライナのアントノフ持つマイナス334の製造に加わることとなり、キエフのキエフ航空機工場、アビアアントでも生産が行われることとなった。2003年12月30日対空証明を得た。しかし、それ以来、予算の問題により開発が遅いままであった。2006年12月の時点での確定注文は、アトラントソユーズ航空を含む7社で、 他に24社が購入を計画していた。また、イラン航空産業機構は、つ214とともに2015年までに、ライセンス生産を実施するための交渉をしていた。2008年、スポレフには100の航空会社が関心を示したと報告した。2008年7月31日に、 ツポレフのマネージングディレクターセルゲイ,イリューション工部は遅くとも2009年1月より生産が開始することを目標とすることを発表した。しかし、計画は進まなかった。2009年、同クラスのアン -148 やスホーイスーパージェット100の開発に注力するためにスマイナス334計画は破棄された。以下はツポレフの作成した。 開発計画一覧である。ありがとうございます。